高です。昨日の続きです。昨日は X ジュニアコピーライター養成スクール第9話、負けない土俵作りを無料でシェアしました。今回の第9話、負けない土俵作りでは、生徒向けに3つの宿題が出ました。その宿題の答えを、私の答えを公開していきます。9話の宿題は、1つ目、何かしら人前に出す文章を書くです。2つ目、ダブルセールスレターのレターを書くです。3つ目、今回の学びをインデックスカードに書く、この3つになっております。ではまず1つ目、何かしら人前に出す文章を書く。ブログや YouTube や Facebook などで書くということです。僕は現在このブログですね、ブログと YouTube と Twitter と Facebook、 これらを毎日書いてアップロードしています。これは新任さんの永久コピーライター養成スクールの授業60万円、これが無料になるんですね。なんとこの毎日ブログ、YouTube、Facebook、Twitter などを書いて頑張っていれば、60日間続けていれば、毎日続けていれば、永久コピーライター養成スクールの授業が60万円が無料にしてくださるということで、毎日一生懸命書いています。で、しかもこれは先人さんのためだけではなくて、自分のライティングの勉強にもあり、一石二鳥です。では次に、2つ目ですが、ダブルセールスレターのレターを書く。無理に出すのではなくて、何か面白いアイデアが出た時には書くです。ちょっとこれ今のところ思いつかないかったんですけども、僕が思ったことは、インパクトのあるキャッチフレーズをつけることで面白いレターが作れると思いました。インパクトのある面白いキャッチとはどういうことかというと、お客さんのメリット、ベネフィットになるような面白いキャッチですよね。例えば昔あった宅配ピザで30分以内に持ってこれなかったら無料とか、もう一つ面白いレターを作るためには、商品自体を知ること、そしてその特性にインパクトをつけるということを思いつきました。どういうことかというと、この図にありますように、写真にありますように、 Amazon さんであったんですけども、防水の Bluetooth スピーカー、水の中にスピーカーを入れてかき混ぜた状態の写真や動画だったり、こんな感じで商品のお客様へのメリット、この場合は防水ということですよね。お客様への濡れても大丈夫だよというメリットの証拠を分かりやすくビジュアルで伝えるのは大変インパクトがあるなというふうに思いました。そのためには、まずは商品を知ることで面白いレターが書けると感じました。そのためには商品選びは最初に重要だと改めて思いました。で、次の宿題ですが、3つ目ですが、今回の学びをインデックスカードに書くです。この写真のように書いて作ってみました。20枚作りました。インデックスカードはマインドセットやテクニックを覚えるのにすごくいいと思います。なぜなら、エビングハウスの忘却曲線というものがあります。これはドイツの心理学者エビングハウスさんによって紹介されたもので、人間の記憶はどれくらいのスピードで忘れ去られていくのかというと、約20分後に 42% 忘れて、1時間後には半分 56%、 1日後には 74% も忘れて、1週間後は 77%、 1ヶ月後は 79% も忘れてしまうという結果が出ています。この結果から分かったことは、2つあるんですけども、1つ目は、記憶は覚えた直後にどっと半分近く忘れてしまうということ。そして2つ目は、残った記憶はゆっくり忘れていって長く保持されるということなんですけども、忘れにくく、この特性、人間の記憶のメカニズムを応用してというか、これを利用して記憶を忘れにくくする方法というものが存在しています。それはこの写真の図にありますように、人間は忘れる動物であるということを前提として、それなので定期的に復習をしていく。定期的に復習をしていけば、その記憶は確実に定着していくということで、復習して復習を何度も何度もすることで記憶が定着していきます。そのために最適なツールがこのインデックスカードだと思います。せっかく学んでも覚えても忘れてしまっては、逆に学んだ時間もさえも無駄になってしまいます。素晴らしい学びを記憶をして、それを自分のビジネスで活かす、活用するためには、このインデックスカードがすごく重要だと思いました。以上がジュニアコピーライター養成スクール第9話の僕の宿題の内容報告でした。
今思うことは3年前このジュニアコピーライター養成スクール CQ に入って勉強していたつもりでしたが、毎日ブログや Facebook、Twitter、YouTube などで声を出したりして書いたり動画にアップしたりしてその時はいませんでしたので、今そのことをやっていまして、今やっていると以前よりもおそらく全てではないですが先日さんの授業の意味が分かってきているようにような気がしています。やはり時間をかけて自分でアウトプットをすると自分の学びになるんだなと改めて実感しています。今回5月7日から毎日仙人さんの授業を学びブログを書いていまして、永久コピーライター養成スクールの授業が無料になるということで頑張っているんですが、そのおかげさまで仙人さんのオファーのおかげさまで本当に学びが深くなっています。でもまだまだですが、これをアウトプットの大切さが分かってきたのでアウトプットを継続していきます。ありがとうございました。それではジュニアコピーライター養成スクールについて詳しくは仙人さんが授業で話されていますので、こちらからだと期間限定ですが無料で学べますので、どうぞ。仙人さんの話はいつもシンプルで分かりやすいです。僕の説明では不十分だと思いますので、実際には入学して聞いてもらいたいんですけども、授業料が半年で60万円と高額なので無理にとは言わないんですけども、このジュニアコピーライター養成スクールは半年で月収50万円年収600万円になれる、目指していくコピーライターを養成していく学校です。なので元は取れるというか、コピーの技術は永遠に残るので、あなたがコピーライターを辞めない限りは稼ぎ続けることも可能です。しかもびっくりなんですけども、この仙人さんの深い教えを英知を期間限定でただで無料で30日間受講ができるんです。僕の時は最初から60万円だったのでびっくりなんですけども、30日間無料で聞けて学べます。その後はもちろんお金がかかるんですけども、それ前に辞めてしまっても十分に自分のビジネスに活かせます。リスクフリーの体制というか、迷っている方には全てお膳立てされているというか、考えている人はやってみて得はあっても一切の損はない、やらないと損というような気配りサービスになっています。詳しくはこちらからご覧ください。本日はありがとうございました。